電車始めて、なんで2年ぐらい、たった2年でもうバックリップもフレアもテールリップもバースピンも全部できるし、540もセブンツもできる。実はここでこの2人にはいろいろストーリーとつながりがありまして、僕が5年ぐらい前にドラマのラストシンデレラっていうのでスタントをやってたんですけど、それを見てテラは BMX を知って BMX やりたいって言って始めてくれた、こう BMX やってきてよかったなっていう思いでした。彼にそれを聞いた時に、テラじゃあなんか自己紹介して。ラストシンデレラを知って始めました。すげえ、なんでやりたいと思ったの？それ見てかっこよかった。誰かの人生にすごいポジティブなきっかけを与えられたらいいなと思っていつも自転車乗ってきてたんで、そうだって聞いた時に泣きそうなぐらい嬉しかった。で、今じゃあこうやって一緒にフレアしたりとかバックリップもするし、720もやるし、540もほとんどのビクトリック、たった何歳、10歳たった2年でできるようになってて結構やばいんですよ。テラ、なんでそんな上手くなっちゃったの？頑張った間違いない。これから寺林正樹をチェックしてください。なんかもっとカメラのみんな、あの前のみんなに何か言っとけよ。そうだな、インスタ、テラ BMX だっけ。はい、そう、これからもう大注目のキッズライダーなんでみんなチェックお願いします。通称テラ、どこローカルは？富山の、ニックスだっけ、って乗ってるみたいで、やばいっすね、これから楽しみ、ありがとう。イエーイ。で、実はテラ乗ってるバイク、フライバイクスなんです。これ僕が乗ってるフライバイクスの16インチで、完成車なんですけど、普通今までの完成車って、まあ初心者が始めてちょろっとこう初歩的なことを覚えるぐらいだったんですけど、今じゃあ彼はほとんどの技はこの完成車で覚えてる。どこか部品変えた？ハンドルだけ、自分のサイズに合ったものに変えて。スプロケット28、あ、28、このギアの重さだけしか変えてない変えてないで、ほぼ何も変えてなくてここまでできるんで、だからこのバイクを1台買えばここまで上手くなれるってことです。買った状態でここまでできるこのフライバイクスの良さ、これはやばいと思いますよ。特別なんか BMX ってお金かかりそうだなとか思いきや、5万6万で始めることができます。あとはヘルメットとかプロテクター買ってスケートパークとかに出向けば、いろんな人がいろいろ教えてくれるから意外と簡単に始めることができます。一番年上の宮本が見せたぜ。宮城、フライバイクの完成車を購入して今日初乗り、いきなりもうフレアやるって言ってる。イエーイエーイエーイエOh, oh, 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 oh,